3年連続開幕戦完封って知ってた？それすごくない？自分で言うのなんだけど。で次の年も開幕投手行ったのよ。で、あの小早川さんが。そうよ。すいません、思い出させてしまう、すいません。この試合にかけるんだから、はい、全員で、全員で、もちろん行く気はあったよ、行く気はあったけど、行きたくないじゃん。そんな、こんなに重要な試合で投げたくないじゃない。ローテーションが中日に入る時もちょっとトモンちゃんがあったんで、ジャイアンツともトレード話が進んでたらしいで、俺その候補に入ってたらしい。へ、そうなんですか。いや、もしかしたらロッテに斉藤さんがっていう可能性もあったんですか。へ、それで、まあいろいろ噂は出てたけど、そんなことないからこれからも頑張ってねみたいな。絶対出てたな、残って。なんかいい番組だね、これ。斉藤さん撮ったの。